ヤエモンレディオさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやね、あの毎週毎週オープニングにさ、あのヤエモンレディオさんお疲れ様ですって一応ね、バトンを引き継ぐ形で、そうだね、言わさせていただいてるんですけど、先ほどね、久しぶりにあのスタジオの方にいらっしゃっていて、あ、そう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 、僕と2ヶ月ぶりぐらいじゃん会うの。結構久しぶりだったね、さっき、ね、うん、で、あ、お久しぶりですって言ったら、あの毎週毎週オープニングに触れていただいてありがとうございますということで、ね、聞いてくれてるんだと思って、ね、あのもう優しい、もう人間味あふれてる愛情の塊ですね。前々からさ、あの僕たちの番組が始まった当初から、こんなペーペーな僕たちですよ、僕たちを二人の喋りやばいっすねって褒めてくれた方じゃん。めっちゃ覚えてる。言ってくれてたよね。1時間はすごいっすよとかね。いやね、言ってくれて、いやもう本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、先週あのヤンバラ宮城さんが、はいはいはい、あのゲストで出ていただいて、で僕がめちゃくちゃファンっていう話をしたら、本人に直接話してくれたと。いや嬉しいですよ。よかったね、先週お話ししておいてね。だって今ヤンバラ宮城さん、前まで SNS とかで宣伝をしていたんですけど、あの SNS をやらなくなって。あら。そう、あのもう今回で SNS 終了しますって、まあ案内出して、でそっからちょっと追えないなと思っていた。そうだね、そうそうそう、なので僕の気持ちが届いたんでね、すごく嬉しかったです。じゃあいつかまたあのバックでカホンね、叩けるように練習しておかないと。いや、お前たちのライブのカホンでも緊張したのに、ガチガチのヤンバラ宮城さんのカホンを叩くっていうのはもうやばいよ。いやでもありえるかもよ。さっきこのスタジオ出て行かれる際に、何か機会があったら一緒にやりましょうねって言ってくださったから、もしかしたらもう花本お願いしていいですか、一斉さんと。確かにな、あるかもしれないな。練習しないといけないんですけども、うん、いや参ったね。参った。いやもう本当に世の中参ったことだらけですよ。いや、そのオープニングから暗い話しないでもらっていいですか。もっと最初盛り上げていこうよ、明るく、この番組らしくさ。本当にさ、何、世の中うまくいかないなっつう話。どうしたどうした。あのね、本来であればさ、オープニングは、こんばんは、通行人 B サラマンダーことみたいなこと言うでしょ。言うね。もうそんなテンションになれないわけですよ。なんで。あのさ、まあ人間関係って難しいっつう話。人間関係、あの僕ももう32なんですけど、はいはい、まあ会社の位置づけとしては中堅。はい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 、まあ、その中でも、まあ僕の自己評価ね、僕は先輩後輩関係なしに、あの結構喋るんですよ、いろんなこと。はいはいはい。など最近元気かみたいなこと話すんですけど、なのでそういった浮いてない、いい意味で浮いてないし、まあ全然後輩からも気軽に話しかけてもらえるような、あ、まあフレンドリーな先輩みたいな感じ、みたいなね、うんうんうん、それがおごり高ぶりだったのかな。え、どういうことどういうこと。僕たち毎週金曜日めちゃくちゃ仕事が忙しいんですよ。あ、金曜日忙しいんだ。金曜日忙しくて、定時は5時半なんですけども、金曜日に限ってはもうほぼほぼ7時超えるような、あ、結構残業1時間半ぐらい伸びちゃうんだね。そうそう、残業があるんですけども、で7時ぐらいになって、またいつものね、僕の茶化し、僕の課の中、会員の中も僕が喋ることもみんな報復絶倒、腹筋がつるぐらい笑かしてるんですけど。絶対嘘、それは盛りすぎてるでしょ。そしてさ、いつものようにさ、コロナじゃなかったらこの後飲めに行こうぜっつうのになみたいなこと言ったんですよ。うぜえ。そしたら僕の後輩も、いや一斉さんいつもそう言うけど一回も誘われたことないですよ、コロナ前から、みたいな。はいはいはい。そうですよ、女の子もいてね、いやそうですよ、一斉さん飲んだら寝るじゃんみたいな。そう、寝るしね、僕寝るしって言って、いやまあまあまあそうだな、まあまあコロナだからいけねえかって言ってさ、じゃあな、もう俺先帰るやって言って帰ってね、あ、お疲れ様でしたって、僕を除いて、6人かがいるんですけど、はいはい、まあ、僕か帰って残り5名はまだ残業していて、まあ、僕は先に帰った形だったんですけど、ようやく今週も疲れたなと思って帰っていると、12時ぐらいに LINE がポロンってなって、なんだろうって見たらさ、パッて見たらこのかのメンバーが、このかの一人の、まあ自宅持ってる、はいはいはい、こいつの家で、後輩の家で飲んでるんだよ、みんな。え、その写真が送られてきたってこと。自宅で。まあ自宅だから密状態とかないからあれなんだけど、まあまあまあ、俺誘ってみたいな。え、俺のさっきのコロナじゃなかったらこの後飲みに行こうかとか言ってた時どう思ったのみたいな。え、とんだピエロじゃんと思って。誘われなかったんだ。誘われなかったわけ俺。だから俺金曜日に忙しいからみんな残ったんじゃなくて、いや伊勢さんいるからまたちょっと
そういう、ま、みんな意見変えれない、なんか変なやんにみたいな。だからあの先輩帰る前ちょっとな変えれないやんにみたいなことが起こり得たんじゃないかともう間違いなくそれだねショックでもう本当に参ったねっていう話そんなことあるんだね。俺はね、俺これまでピエロだったなっていうさ本当にショックだった金曜日でした、ね、いやそれはへこむわ。確かにそれはオープニングからテンション下がるわな。もうやえもんレディオさんお疲れ様でしたどこで持ってきてるのということで番組タイトルいきましょうか。はいよ、主役と通行人 B ラジオ。はい、ということで改めまして FM 那覇お聞きの皆さんこんばんは。主役と通行人 B ラジオの主役のカイトと通行人 B サラマンダーこと上間一成です。よろしくお願いします。久しぶりに通行人 B っぽいエピソードが出たね。いや何ちょっと今まで主役でしたよみたいな主役ではないけども、うん、なんか久しぶりにさなんかいても立ってもいられなくて俺どういったこうかかのメンバーにも顔合わせられないという明日も金曜日だし怖いな。いや、ね、明日もみんな不自然残ってるかもしれないそわそわしてね、そわそわしてね、まだあいついるぜ。いやー皆さんもね気をつけてください。だからこそ気をつけてください、うん、でも気をつけてほしい。だからね、だから僕は、うん、感謝の気持ちを忘れていたんじゃないかと思って。感謝の気持ち、うん、ほう、それはこの後輩だったり、まあ、先輩だったり、うん、属している会社、はいはいはい、まあ、当たり前になっていってしまったのかなみたいな。当たり前ね。そうだからその感謝の気持ちを忘れてしまったがゆえに、うんうんうん、こういった現象が起きてしまったんじゃないかと。あ、でもそれはありえるかもしれないね、うん、だからね僕はもう今日のメールテーマすごくシンプルにいきます。ほう、メールテーマ、メールテーマこちら、どうぞ。感謝、感謝、もちろん今日はね感謝デーにしましょうよ。感謝デーなんか 3A みたいだね。さあでもうまあ15日感謝デーですよねだからもちろん、はいはい、この場を使わせていただいている FM 那覇さんにまず感謝。あ、来年で20周年らしいよ。あ、おめでとうございます。おめでとうございます、ね、本当に FM 那覇さん感謝です。20年前なんて僕4歳ですよ。4歳、うん、じゃあ回答は改めて両親に感謝だね。まあそうですね、うん、感謝、はい、僕も、その会社に感謝で、このリスナーの皆さんにも感謝です。まあもう間違いないです。だからね、うん、あのこの番組始まった当初もやったことあるんですけど、はいはい、一通一通感謝の気持ちを込めて、あ、しっかりね、しっかりももう偏見なく、偏見なく皆さんの、メールもツイキャスの方も読まさせていただきたいと思いますんで、はい、であと一つ並行してやりたいなと思うのがありまして、ラジオ番組のリスナーさんっていろんな番組聞いていて、うんうんうん、で毎日送る方もいて、うん、ボツメールっていうのがあるかと思うんです。採用されなかったメールってことか、うんうんうん、そのボツメールをこの番組で成仏させませんか。成仏、うん、成仏この番組に送っていただいたら僕たちがもう完璧に読みますんで。採用されなかったメールは成仏、うん、成仏させましょう。すべきものなんだね。 そこも感謝ですよ。あ、普段送っていただいたメールも感謝。あ、もう全てに感謝だね。そうなので、あのこの番組に当てじゃなくていいですよ。あのね、 FM、沖縄さんに送ったけどボツになったとか、うん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 、RBC さんに送ったけどボツになった、もう原文ままでいいんで。あ、じゃあ全く僕たちに関係ないメールが届くかもしれないですね。もちろんもちろん、そういったのも含めて感謝デーにしたいと思いますんで。そうですね、もう本当に皆さんの心をそのまま受け取って、うん、そうですよ、何の偏見もなく感謝しましょう。感謝して、はい、ほら、そう言ったらね、もうかん、まあ、もう感謝させてください。でも早速もう毎週毎週この番組の支えになっているリスナーさんの沖縄 T シャツパパイエーさん、本当にね毎週毎週365日僕たちの番組を楽しみにしていただいてありがとうございます深いな。そんな沖縄 T シャツパパイエーさんからのありがたいメールが、はいはい、メールじゃない、あ、ツイキャスの方いただいてますね。ほう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 、読まさせていただきます。お願いします。沖縄 T シャツパパイエーさんからこういったコメントが来ております。こんばんは、ありがとうございます。いや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 、そこを拾うかね。パパイエさんありがとうございます。もうパパイエさんあっての僕たちですから。まあまあまあそうかもしれないけど、うん、こんばんはは比較的そこまで。いやもうね、挨拶からもそのおごり高ぶりが書いてお前の人気を低迷させる原因になるかもしれない。
そこにすら感謝をしないといけない。もちろん。そうですね、そうです、ありがとうございます、沖縄 T シャツパパイエさん。あ、大城熊さんも先ほどの僕の、オープニングトークにね反応していただいたツイキャスですね大城熊さんもね、あの毎週聞いていただいてね、ありがとうございます。大城熊さん、読まさせていただきます。どうぞ。先ほどの僕のオープニングに関してです。バリバリ全開のピエロですね、ありがとうございます。いや、それ多分バカにされてると思うよ。大城くまさん本当に感謝。いやいや、ありがとうじゃなくて、マジあざす。いや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 、そこは突っ込むところだと思う。あ、もうこれカイトが読んだ方がいい。次リナママさん、先週からね聞くだけリスナーからちゃんとこういう風に参加さすリスナーになったというリナママさん、ね、感謝しましょう。カイトくん、じゃあツイキャスのメッセージ読ませていただきますね、うん、どうぞ。こんばんは、今週も北海道から見てます。いや絶対大嬉しいだろうな。普段さ僕たち流し読みするじゃん。まあまあちょろっとね。リナママさんです。こんばんは。今週も北海道から見てます。だけじゃないでしょ。もう一回読んだよ。もう一回。お前のファンのリナママさん気持ち精神誠意を込めて読んでください。どうぞ。こんばんは。今週も北海道から見てます。嬉しいだろうな。届いたかな、北海道まで。これねえ、こういったねアットホームなラジオ番組にしたいと僕はずっと思っていたんですよ。アットホーム、うん、それがよかった。アットホームはやめた方がいいと思うよ、伊勢さんあ、今デジャブですね。デジャブですよ今。この番組1年間通して一番滑った放送回がアットホームな日でしたね。そういえばアットホームに行こうと思ったらめちゃくちゃ滑った放送回がありましたね。ダメダメ、もうダメだ、あれはやらないでおこうねって心に決めたじゃん。そうですね、そうだよ、忘れてました。ダメダメ、びっくりした。今感謝は込めても、まあアットホームっていうかね、うん、そうそうそう、楽しい感じで、楽しい感じで、そう、行きましょう行きましょう。あ、そしたらですよ、やっぱ気持ちが伝わったのかもしれないです。ほうほうほう。中島さんからエレクトリカルメールが来ております。 E メールでいいんじゃないかな、そこは。カイト君のそのツッコミありがとうございます。あ、このツッコミも感謝されるのね。もちろんカイトあっての僕ですから。いや、久々にその言葉聞きました、ありがとうございます、本当に。中島です。いや、宮迫ですみたいに言わないでもらって、もう一回ちゃんと頭から心込めて、うんうん、中島さん、僕の、感謝の気持ちを込めさせて読み上げさせていただきます。どうぞ。中島です。宮迫ですね。サラマンダーさん、カイト君、こんばんは。こんばんは。感謝ってことはやっぱり2人でラジオで会えたことです。ありがとうございます。あ、僕たちに会えたことってことかな、うん、これからも2人のラジオ楽しみにしてます、中島より。うん、いや、もうレターですね。うん、ありがたい。こういったさ、あのやっぱ僕たちが感謝を伝えればその感謝の輪の中に入る人がいる。はい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 、うん、僕が感謝を言うとガイドが感謝を言うし、うん、それにこうして中島さんも僕たちに感謝を言う、うん、ありがとうって言ったらありがとうって返す、うん、こうやってね感謝の輪を広げていきたい、そういった1時間になります大丈夫か今日言わないよ、感するよ。リナママさんね、ありがとうございますということで、あの全然皆さんもこの輪の中に入ってきていいですし、まあまあいいけど、うん、確かに全然いいけど、ね、よろしくお願いします。まあ、この、まあ、感謝つながりっちゃあれなんですけどもはい、はい、今日ね、あの僕十数万するノートパソコンを型にかけて、あ、なんか持ってきてた、大きいカバンで今日来てたね。そう、 FM 那覇さんにね、うん、登場したわけなんですけど、登場、まあね、来てたね。でね、過去の話でカイトが MacBook Pro を僕に見せつけるかのような日があったんですよ。いやいや、ただ作業してただけですよ、やるべきこと、ね、期限に追われてたので。本当は作曲もしてないくせに、あの作曲アプリ開きながら俺に見せつけた日があったんですよそんないやらしく言うな。で、それにね、あのお返しだと思って僕も卑怯を取らないノートパソコン持っていったらですよどうやって見せたらですね、カイト君はもう俺のコードを予想していたかのように、カイトの出るライオットキングというミュージカルの台本を読み込んでいたわけですよ。で、俺が来てから、あ、伊勢さん来たみたいな感じでクシャ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 隠して、あ、伊勢さん来たみたいな、バレちゃうバレちゃうみたいな感謝ですね
俺が来たことによって伊勢さんにバレた、いじられると思って隠してくれた台本、感謝です。なんか違うけどな。いやまあまあでも本番がね近づいてるということで、もう来週ですよ、うん、今日もこの後ラジオ、あともすぐお稽古ですね。あ、また、はい、9時半ぐらいからですか。もう9時10分からなのですぐ行かないといけないですね。うん、終わったらすぐ、もう冒頭に言っとこ、いいですか、紹介して、また、うんうん、来週7月25日の日曜日に、沖縄県の沖縄市コザミュージックタウン音市場にて開催されるミュージカルライオットキングに僕出演させていただきます。お昼1時公演と夕方6時公演の2公演ありまして、チケットは前より3000円で、空席まだどちらの回も少しだけあります、うん、3000円、3000円前より、まあ、ちょっと、ね、高いかもしれないけど、3000円、うん、なんつった今、まあ、3000円の前売りチケット、まあ、当日は3500円になって、まあ、うん、ね、ちょっとまあ高いかもしれないけど、あ、なるほど、まあ、それなりの作品だから、逆逆逆安いなと思った。安い、うん、だってさ、うん、オリンピック陸上決勝のチケット本来であれば30万から30万、40万、お前のいくら、3000円、やば。ニューヨーク本場ニューヨークでミュージカルを学んできた西平志郎さん率いる、うん、このライオットキング、はい、でカイト西平志郎さんプラス豪華な、俳優陣がいる中で3500円、うん、はい、安いです、はい、皆さん。もうこれ何回やんの、通算5回目ぐらいだからな。毎週やってるからな、マジで。もう何回やんの。しかも無観客なんでしょ。いや、有観客。あれ有観客だったの。お客さん入れます、はい、ま、あ、ごめんごめん、オリンピックの方、あ、オリ、あ、ごめん、オリンピックの方ね、無観客ですね。あ、無観客で、ね、ライオットキングは、有観客、もちろんあれよね、コロナ対策とかはしてるに決まってるじゃないですか。しっかりしてのライオットキングさんは、有観客で、来週日曜日、来週日曜日、各回240席限定でもチケット残りわずかとなっております。いや、絶対僕は行きますんで、ね、ありがとうございます、うん、伊勢さんの分も予約してるからね。 ありがとうございます、はい、あ、待って、感謝、あ、マジ感謝。今は何に感謝してるの今、うん、俺の、 あの、もう来てくれるだろうってことを予見して、うん、チケットを取り置いてくれたカイト、感謝。あ、じゃあ僕に感謝してるんで、うん、あ、よかったよかった、だってね、あの、要はあれでしょ、インビーでしょ、インビーっていうのはお金を払わなくても、あの、招待者枠みたいな、あ、顔パスってこと、うん、あの、カイトが俺を招待してくれるチケット、うん、だから、あの、お金がかからないというインビーっていうチケット、まあ、マジ感謝、皆さんね、カイトがこういったラジオやってるから、ね、本当にね、そういう風に取り置いてくれてるカイト、マジ感謝。いや、全然前より3000円いただこうかなと思ってたんだけど、いや、まあ、チケット取り置きはしてるけど、あ、うん、あ、取り置き、招待とかではなくて、ちゃんと、まあ、お金をね、いただいて伊勢さんに楽しんでいただこうかなと。全然、あ、そう、あ、そう、そうだよね。ちょっと恥ずかしいな、うん、ごめんごめん。なんか招待してもらえるのかな。あ、いや、じゃあそれに関してはどう、感謝、いや、感謝で、あ、これ、あ、それでも感謝なの。いや、もちろん感謝。あ、本当、あのさ、うん、新入社員でもいるんだよ。ほうほう、例えばさ、例えば、いや、もう僕はお金はいらないくても経験だけ早く積みたいです、もうお金はいりませんって子がいるんだよ、たまにね。ほうほうほう、バカ野郎と、バカ野郎、お金が発生しないと責任が伴わないと。まあ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 、うん、お金をいただくってことはそれに相応する頑張りがあるんだから、お金は絶対もらえって、うん、俺は今恥ずかしいこと言った、うん、カイトの無料で行こうとしてたことっていうのは、うん、カイトたちキャスト陣に感謝の気持ちをあげることができなかった。そうだね、ちゃんと感謝できてなかったね、うん、今ね、その3000円払うことによって、あの、こういった場を設けてくれてありがとう、それを返せる、うんうんうん、そういうことだね、分かった、理解してくれて、うん、マジ感謝です、ありがとうございます。行きましょうね、行きましょうね、あ、あの、リスナーの皆さんも来週日曜日に、あ、ぜひぜひライオットキングに行きましょう。まだ一応チケット間に合いはしますので、うん、お待ちしております。ほら、あのさ、こういったお話させていただくと、うん、また一人感謝の輪の中に入ってくるリスナーさんがいらっしゃいます。お、どなたですか、ちなみに。サラマンダーさん、カイトさん、こんばんは。こんばんは。心地よい夜風を頬に感じながら、カリーサビラ沖縄 T シャツ、パパイエーです。パパイエーさん、ありがとうございます。本当に感謝、いいテーマですね。実は先週、浴衣ウィークと称してラジオなのに浴衣を着て放送し、その写真を
SNS に上げていいねの総数を競うというFM ギノワンと FM コザの浴衣写真対決をしていました、うん、やってましたね。もちろん私も FM ギノワンのパーソナリティとして参加しました。うい、いいじゃん。なんと毎週木曜24時から放送している私の番組スリップビートのある FM ギノワンが勝ちました。個人的にもリスナーさんから150を超えるいいねをいただき、この場を借りてお礼を申し上げます。一応このメールに対して一応内容的にはまあ浴衣コンテストがあったよっていうのにどさくさに紛れて一応番組紹介してたじゃん。あ、毎週木曜24時から放送している私の番組スリップビートってところですか。そうそうそう、そこに対して一斉さんはどう思う。かーって感じね、お前ね。どういうこと、カイトさん感謝の気持ち持ってる？この番組を盛り上げてくれようとしている沖縄 T シャツパパイエさんがエレクトリカルメールを送ってくれたんですよ。あ、まあ、そうですね、うん、それがさ、たった1行ですよ。毎週木曜24時から放送している私の番組スリップビート3回目3回目そんぐらいいいでしょう。僕たちももうあの姉妹曲になりましょうよ。もうあ、もうそうなっちゃおうか。 FM コザ、 FM ギノワン、 FM 那覇とね連立していけばね、仲良くね、みんなで手を取り合って、僕たちも、うん、浴衣を着ようじゃないか。じゃあ来週着ようか。じゃあ浴衣、うんうん、浴衣着てやろうか。22日来週、あ、もうあ、はいはい、うんうん、来週ちょっとミュージカル前だからお休みいただいていいですか。うわそういえば忘れてた、言うの遅ーごめん今、ごめんごめんごめん、言うの遅ー、いいですか、今思い出した、22と思って、ごめん、来週あのゲネプロがあるんだよね、ごめんね。はいはいはい、はい、感謝です、本当に。あ、それですら感謝、もう本当に感謝あの本来休むときってね、2週間前いろんな人キャスティングとかするかもしれないから、まあ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 、ちょっと早めに僕たち言うんですけどまさかあの1週間前に言ってもらえること、これ感謝なんですよ。お、これは1週間前ですら感謝。ラジオって基本生放送ですよ。そうですね、その生放送緊急事態に、対応する力、うん、でそれこそ本当に番組1時間前に一斉さん本当に今日気分悪いんで休んでいいんですかってことは来るかもしれない。まあそうですね、そういった緊急対応を踏まえさせて僕に体験させてくれるカイト、感謝ありがとうございます、ありがとうございますだね、ありがとうございます。ああ、声スクールね。ああ、すいません、もうじゃあ来週何にしようかな。ごめんね、今ふと思い出しても生放送中だけど言っちゃった。お前さ、うん、中島さん、リナママさん、来週聞かないよ、お前が休んで。中島さん、リナママさん、うん、来週一斉さんだけだけど聞いてね、聞いてもらいたいですね。もう今僕のウインク付きだったので、ウインク付き、はい、ツイキャスで聞いてくれてるんじゃないかな、もう見てるんじゃないかな、そっか、でも来週聞いてくれると思いますよ。わかりました、じゃあ来週はね、またこの場を借りて一人で放送させていただけるという感謝、あ、もうそれですら感謝だね、うん、じゃあ楽しみにしてください。来週はね、また今から僕が決めていくんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますさあ、カイトは1週間どうでした。いや、昨日実はね、うん、素敵な出会いがありまして、はい、日給商人クニユさんってご存知？日給商人、沖縄を拠点に活動してるんだけど、うん、日本一周の旅をしていて、あー、なんか SNS で見ましたよ。見たことある、いろんなこと全て引き受けますみたいな。あ、そうそう、1日、はいはいはい、日給10円で何でも依頼を受け付けます、うんうんうん、だから例えば家のクーラー掃除してほしいとか、うん、安いね、それで10円でやってくれるんだ。そうそう、一緒に海のこのビーチクリーニングとかしてほしいとか、はいはいはい、ただカフェで会ってお話をしてほしいとか、うん、そういう依頼を全て10円で受け付けてる国優さんって方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、その国優さんから急に連絡ありまして、うん、一昨日かな、カイト明日の昼って暇みたいな、はいはいはい、でたまたま空いてたんで、うん、その昨日の昼か空いてたんで、あいつ空いてますよって、5時間程度なら空いてますよって言って、うん、あ、本当にカイトに会わせたい人がいるんだよね、ちょっと空けといてって言って、はいはいはい、で昨日お会いさせていただいた方がマジシャンの、マジシャン、はいはい、マサオさんって方がいらっしゃるんですよ。マー君って呼ばれてるんですけど、マサではなくてマサオさん、マサマジックじゃないです、モノマネの方、うん、でも本当に、まあ、マジシャンというか彼自身に、あ、マジシャンですよねって言ったら、いや魔法使いですっていう方がいるんですけど、魔法使いのうさんくせーな、いや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 、マジシャンのマサオで、マサオさん、アイムマジシャン、アイム魔法使い、まあ、魔法使い、そう、うさんくせーな、それは、いやいやいや、実際に見てほしいな。あ、で、マサオさん、その方がどうした、マサオとお会いして、うん、マサオさんも僕と同じく
日本武道館のステージを目指していると。おーおーおー。ということで、まあ正和さんと出会って、うん、そこでちょっと海人君とつなげたかったんだよねって、はいはいはい、あとはお店に行ってちょっとお話しして、うん、で、あ、海人君ちょっと待ってって、国湯さんがちょっと待ってって、あ、もしもし、あ、今空いてますかみたいな、ユニオン、ユニオン、いや今空いてます、うん、ユニオンちゃうわ、今空いてます、うん、あ、ちょっと会ってほしい人がいるんですけど、誰かに電話してるわけですよ、国湯さんが、ちょっと来てもらっていいですかって、で待ち合わせして、うん、でしばらくしたらカランカランって来て、うん、出てきた人が元 HY のギターのゆうへいさんという方、もうぜひカイトに会わせたいってことでつなげてくださって、昨日ゆうへいさん HY 脱退してたの、そっちそっちにびっくりしたの、脱退してたの2年前かな3年前かな、脱退、そうなんですか、そうそっかそっち、いや、そっちだよ、そっち、ゆうへいさん、そう、うん、脱退されて、僕もめちゃくちゃ HY さん知ってて、うん、で各メンバーの方も知ってて、はいはいはい、ピースフルロックフェスタとかもおばさんと一緒に行ったりして、うん、HY さん生で見たりとかしてて、そのゆうへいさんが来て、うん、あー、カイトくんね、よろしくみたいな、うん、で僕はもうこの生のアーティストの声、まあ今は現役引退されてるんだけども、すごいアリーナとかでライブされたとかの話をね、いろいろと聞かせていただいて、その中で話が盛り上がって、昨日そのマジシャンのマーさん、あ、マー君さん、あれマサって言った、モノマネかもやっぱり、間違った、マー君さん、マー君、マー君さん、いや、マサって言ったから、うん、違う、マー君さん、マー君さんね、マー君さん、マサではない、マサではない、はい、マー君さんの、マー君さんともこの交えてお話ししていて、カイトこう何をしていきたいのみたいな、なるほど、確かに、歌とダンスを通して何をしたいのって言われて、うん、まあ、僕は単刀直入にエンターテインメントを追求して、うんうんうん、そのエンターテインメントを通して皆さんの人生を変えることができれば、もうこれ以上の幸せはないなと思ってます、はいはい、バシッと言ってやったんだ、そうそうそう、うん、でエンターテインメントってことは別にダンスボーカルにとらわれてないってことって言われて、うん、でもそれ図星で、うん、僕ダンスボーカリストとしてやってるんですけれども、いろんなエンタメの要素を学びたくて、うん、まあ、それこそ、それこそマジックも学びたいし、はいはいはい、もう今でいうこのミュージカル、うんうん、劇ですね、うん、演技もエンターテインメントの一部だと思ってるし、うん、そういった意味でいろんな活動させていただいてるんですけれども、そこでそのマー君さんが、カイト君ちょっと連れて行きたいお店があるんだよね、うん、どこですかって言ったら、茶壇のアメリカンビレッジの中にある、うんうん、マジックオーシャンってお店があると、はいはい、あ、最近できたあの新築ですよね、美浜の、そう、1年前にできたデポセントラルって、うん、ま、なんて言うんだろうな、あるんだけど、うんうん、そういう施設っていうか、うん、エリアがありまして、その建物の3階にあるマジックオーシャンってお店があって、まあ、どういうお店なのかっていうと、普通にレストランなんだよね、うんうん、ご飯提供してる レストランなんだけど、夕方、まあ夜7時と夜9時、うんうん、ミュージカル、あ、違う違う、マジックショーが始まると。で、僕マジック間近で見たことなくて、いや、なかなかないですよ、マジック見られるって、画面越しでしか見たことないし、うん、このエンターテインメントを直に受け取れる機会が、うん、まあ来たなと思って、いっぱい吸収して帰ろうと思ったんですけど、うん、もうまずね、あまり、まあね、こう言っちゃ悪いんだけど、うん、正直あまり期待してなかった。あー、マジックって所詮なんか子供騙しみたいな、なんかそう、正面から見てたら騙されるけど、どうせこの端の席から見てたらなんかわかるんだろうみたいな、はいはいはい、あー、なるほどね、ぐらいの、まあちょっとね、汚れた心で入ってしまったわけですよ、お店に、うん、で、店主がそのゴッシュさんって 店長さん でそのいらっしゃったんですけど、もともとゴッシュさんって名前の前に1年前くらいかな、はいはい、まではカタカナの背に漢字の口、瀬口って名前で活動してて、うん、もうあのセロさんのオマージュみたいな。おー、でも、え、その方はオマージュ、もともとはね、マサオさんは、マサオさんは全然普通のオリジナルマジシャンで、ね、ちょっと分かんなくなってきたえ、何、セロのオマージュは何、は瀬口さんで、今はゴッシュさんって名前、ゴッシュさんがセロのオマージュ、うん、オマージュ、まあちょっと真似てと言いますか、あ、今魔法使いのマサオさんはまあ、オリジナルマジシャン、魔法使いさんですね、あ、そこはもうマー君さん、別個だけね、別個、そこ別個ね、で、瀬口さんって活動されてた方がいて、うん、もう実際にセロさんともお会いしていろんな公演回ったりしてる方で、うんうん、で、この沖縄に移住するとともにマジックオーシャンってお店を開いて、うん、で、そこからはゴッシュって名前、まあ、神って意味なんですけど、ゴッドから取ってゴッシュって名前で活動されてる方がいて、まあ、いろんなお話しして、カイト君よかったらエンターテインメント今からお届けするから見てってよみたいな、あ、でもすごい自信だね、まあ言うてマジックでしょって気持ちで見てたんですけど、うん、夜9時になったらお店の明かりが全部ボンって消えて真っ暗になるわけですよ、はいはいはい、何が始まるんだと思ったら、速攻レーザーショー、ジューンって、そういった設備もあるんだ、すごくて、レーザーだけで終わらない炎がボンボンって出てきて、あれでしょ、あの店内でしょ、店内、うん、すごいじゃん、すごいすごい、え、炎出るのってところから炎がボンボンって出たり、うん、また水も落ちてくるの、ステージのまんまや、バーって水滝みたいに落ちてきて、うん、うわーすげーってなって、もう光と炎と
水、うん、もうここが掛け合わさった時にエンターテインメント人って涙出るんだなと思って、自分オープニングから昨日泣いてしまって、え早やばっと思って、うん、もうここで心を動かされて掴まれてしまって、いやでもすごいねそれは。もうここから約1時間のショーが始まるわけなんですけど、うんうん、僕マジック見たことなくて、うん、どんなすごいことが起こるんだろうと思って、このじゃあ一組目、うん、何々さんって言ってバーって出てきて、ハンカチ持ってるわけですよ、うん、ハンカチをシャ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 って持ってて、でハンカチを手のひらにスッて包むわけですよ、うんうん、でその2秒後に手をファッて開けるわけです、うん、ハンカチがあった手が開くわけです、うん、何が出てきたと思います。いやまあマジシャンだったらね、それは鳩だとか、なんだろう、じゃあ100万円の札束とかさ、夢があるような。びっくりしますよ、僕の体の半分ぐらいある鳥が出てきました。お前の体の半分？半分ぐらいある鳥が出てきました。80センチ、お前の半分ってことは90センチ、90センチだと、お前180投げ、90センチだなそこ言わんくていいだろ。90センチのある鳥さらっと流せばいいだろ。そう、あのハンカチの入ってた手で一瞬ちょっと洋服が何かでさって隠してバッて。90センチめちゃくちゃ大きいよ。大きい青い鳥がわさわさわさって出てきて、びっくりしない？そんなのってさ、T シャツの中にも隠せないじゃん。隠せない隠せないし、その鳩を出す前に、鳥を出す前に一回転してるわけですよ彼は、うん、だから後ろに鳩もいないの確認してるし。あ、なるほどなるほど。その中でですよ、わさって出してくるわけです。もうびっくりして。手のひらに乗るサイズなのそれ？指に捕まる感じ、なんか和紙みたいな。へえ、すごいね。わさわさわーわーみたいな、うん、はあその鳴き声に関しては何もなかった。今似てた、大丈夫？あ、ごめん、あの全然ごめん、スルーしましたそこスルーするんだね、90センチ突っ込むくせにそこはスルーするんだね。めちゃくちゃ拾ってほしかったけど。鳥の鳴き声はどうでもいいじゃんいやでもすごくて、うん、エンターテインメント機能めちゃくちゃ吸収してきましたね。でもなんかさ、そういったお前が言ったように、このマジックを、うん、そういったステージ映えするようなマジックを学ぶと、うん、お前のそのダンスボーカリストの見せ方もすごく学べそうだね。次もし何かライブがあったら、密かに企んでるんですけど、うん、次もし何かライブがあったら、前回のモッツさんでのライブはまあダンスボーカルにこだわって、うん、もう本当にカイトっていうジャンルをお見せしたんですけれども、うん、次はまた一味違ったエンターテインメントを、はいはいはい、皆さんにお届けできたらなって思ってるので、昨日かなりいいヒントをたくさん得てきたのでね、次のライブは楽しみにしていてほしいですね。もっと、またこれじゃあ早くできたらいいですね。そうですね、いろんなことがね、はい、そこ行きたいね。まあ大人数では行けないからさ、どうしても。まあそうだね。だからコロナが明けたらまたぜひとも一緒に、うん、ね、連れていくよ、うん、マジで店長さんがもう紹介するよ。カホン叩いて大丈夫か？そこでは叩けるんだねあんなチキリ倒して。いや絶対叩けない絶対叩けないです。マジックかけるカホン、うん、ってことで、じゃあカイトさんのね、マジックバー、はい、昨日行ってきました。 OK です。じゃあ皆さん、あと、あ、待って、感謝言っとこう一応。じゃあそのマジックバー、あ、はい、マジックオーシャンさん、うん、ありがとうございました。さあね、こういう風にね、感謝の気持ちを忘れない心を持って一日一日過ごしていきましょう。カイトでマジックバーでした。さあここからは僕たち一応ミュージシャンのオイラたちが紹介するレコメンドミュージックっつう話、yeah. なんですけども、今回はですね、ちょっと僕からいきましょうかね。ああ、どうぞどうぞ、うん、今回はね、夏に適したミュージックをお届けしたい。ほう、ラップで夏ソングっていうと、うん、例えばリップスライムさんの楽園ベイベーがねすごく有名なんですけど、派手な結晶だ。そうそうそう、うんうんうん、他にもスチャダラパーさんのサマージャムとか、あ、はいはいはい、いろいろ実はヒップホップの、夏ソングって結構いっぱいあるんですけど、うんうんうん、でも今回はね違う。僕が紹介、まあこれはヒップホップかって言ったらあれなんですけど、まあ、僕が紹介したいのは、うん、化石サイダーっていう方の、うん、じゃあ夏なんで、もうタイトルがね、謎めいてるね。じゃあ夏なんで、どういうことだ。ね、このじゃあ夏なんでってこの曲なんですけど、うん、本当にね、一言で言うと、うん、ノスタルジックを爆発させる曲。
へあのみんなが経験したであろうあのセミの鳴き声とかさ、まあ、はいはい、本土であったらこの、川が流れているところを電車で通っておばあちゃん家に行く、田舎に行くとか、コオロギの声が、家の中に聞こえてきてとか、はい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 、そういったまあ幼少期イメージできるような夏、はい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 、この曲詰まっていて、でこの化石サイダーさんは自分でも言ってるんですけど、ラッパーではないとはもともと言っていて、ラッパーではない、うん、この曲もラップってよりはどちらかというと詩的な歌詞を朗読しているような感じ、はい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 、でもこれがトラック後ろの音楽と合わさってもうめちゃくちゃいいんですよ、うん、へでこの曲ね、僕は夏になると本当に聴きたくなる曲、うん、じゃあ夏なんでっていう曲、皆さんこれねぜひとも覚えてほしい夏ソングの一つとして、いやちょっと聞いてみよう、うん、チェケラー、さあじゃあ夏なんよしできました、はい、僕が随分素早く汽車から降りたため、もう焦がしたくらいさ、カジモトジローのレモンの中に出てくるような街の中は埃っぽい匂いが立ち込める、通り雨の後でまた泣き出したセミの声響く路地は狛江と化したかのよう、遠くから聞こえる祭り林、背筋を伸ばしたひまわり、横をすり抜ける少年の飛び越す水たまりをまたいでから、ちょうどそこの角を曲がる僕の視界に飛び込むのは、どこか大人びた君とモコモコとソフトクリームのような入道雲、騒ぎ出したのは僕でさえ初めて見る、君の浴衣姿のせいだけじゃなくて、その口元スーッと惹かれた紅の熱に浮かされた僕が風をこうどっとあたりに巻き起こしたからさ、神社への道はちょっとしたにぎわいを見せ、ゆらゆら燃える影路線しぐれ、浴衣姿薄化粧のそのほんのちょっと赤い唇のせいで喉はカラカラさ、あサイダーがあればこんな日は、でも君のリクエストに応えシャクシャクと君と一緒に食べるかき氷、夜ともなれば二人は夕方に誘い寄せられる虫たちのごとく、祭りに向かう人波の中、薄葉かげろうさ君は僕のつぶやき声に薄化粧直した、君が振り向くとしたら湯上がりのシッカロールの匂いをほんの少しだけふわっと夜風に乗せる、または夏のフローラカランコン取りくぐり、カンラカナと笑い声響く境内に尺玉花火も加わり、君の唇紅を増し浮かんだ、ほらしかも舞う夏の夜空、帰り道の河原はコロコロと、かじかな菊池に寄せるリンゴ飴、聞いていただいたのは化石サイダーでじゃあ
夏なんで。いやエモいね。でしょ、あの日本の夏ここにありって感じの曲。いや素晴らしいよ、ノスタルジックだねマジで。でしょ、ノスタルジックなんで、これなんか僕たち沖縄なんで、うん、電車の風景なんて見たことないんですけども、まあまあまあね、そうだよね。でもなんかイメージできるんだよこれ聞いてたら。できるな確かに。いやこれね、ぜひとも皆さんの夏ソングマストの曲にしてほしいですね。いや要チェックですね、うん、もう一回タイトルいいですか。化石サイダーでじゃあ夏なんで、オーケー、もうじゃあ夏なんでがおしゃれ。おしゃれだ確かに。じゃあ夏なんで、おしゃれなんだよな。そう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 。さあ次、続いてカイト君、はい、のレコメンドミュージックなんでしょうか。ハジーさん流させていただいてもよろしいでしょうか。ハジーさん、ハジー、ハジー矢印ね。そうそうそう、ハジー矢印さん、ずっと前、まあどれぐらい前かな、1ヶ月2ヶ月前ぐらいかな、この番組でハジーさんの進行努力って曲を流させていただいたんだけど覚えてる、うんうんうん、覚えてる覚えてる。あの後に僕のインスタのストーリーで、うん、今週紹介させていただいた曲はこちら、ハジーさんの進行努力でしたって、うん、まあつぶやく程度にやったの、投稿したの、うんうん、それがある方の目に留まって、お、それがある方に伝えてくれて、でそれがハジーさんの元に届いて、うん、僕近々ハジーさんとご飯行くことになったんです。やば、そんなシンデレラストーリーあんの。やばくない、びっくりして、これちょっと流さないといけないなと。ある方ある方、もうつなぎ、もう届いて届いて、面白いやつがいるぞと。お前コナンじゃんもん、あの方がみたいな。黒幕誰よ。まあある方がつなげてくれたけど、ね、たまたまその方の目に留まって、その方がまたとある方に言ってくれて、その方がハジーさんに知らせてくれて、すごいね。どうなんだろう、だって普通さ、そういったハジーさん有名な方だから、うんうんうん、今日ハジーさんの曲聞いて元気出たとか普通に名前とかね出してアップしそうだけど、その中でも目が留まったんだ。そう、なんか沖縄で唯一ダンスボーカルやってる面白いやつがいるぞみたいな、うん、それで話が回ったらしくて、コメディアンダンスボーカリストがいるぜってなったのかな多分ね。うん、それっぽくなって、そこから話がバーって回って、うん、でハジーさん沖縄が大好きなの彼、はいはいはい、めちゃくちゃ好きで、プライベートで2ヶ月に1回ぐらい沖縄に遊びに来てるらしくて、うんうんうん、でも本気で沖縄に移住したいって話もしてるらしくて、おで本当に、まあ、詳細は言えないんだけど本当に近々、うん、沖縄にいらっしゃるらしくて、その時にご飯行こうよって言っていただけたので、そしたらカイトもあれね、いろんな勉強になることね、そうめちゃくちゃ聞きたいことたくさんあるから聞いてこようと思って、うん、じゃあハジーさんなんて曲ですか。もうね、うん、代表作と言っても過言じゃないんだけど For You って曲があるの。あれね、もう僕がもし女で、はいはいはい、好きな男性にこれ言われたらもうイチコロよね。いや For You って言われたいよな。あの For You ね、 For You じゃね、 For You ね、 For You ね、そう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 、うん、FOR ね、そうそう言われたい。For you、 もう歌詞もドストレートだし、うん、もう聞いたことある人たくさんいると思う。もし聞いたことないよって方は、うん、歌詞に注目して聞いてほしい。めっちゃ突き刺さる歌詞だから。これはツイキャス流しちゃう。流しちゃう。OK です。もうハジさんも届くように流しちゃう。よし、ハジさんまで届け。感謝。俺について来い、未来はもう安泰、愛してるよ、お前はどうなんだい、これからも何かと世話になるとは思うけど、俺がお前を幸せにする。してるよ、あのでかい空のようにずっと見守ってくれたお前がいてくれた、そのおかげで俺の今があるなってしみじみ思うんだわ。お前がいなかったらどうなってたかな、きっとあの頃のまま今もくすぶってたろうな。たくさん苦労かけたよな、それでも寄り添っててくれた、探せば他にだっていただろう、金持ちもイケメンのいい男も、なのに見た目もパッとしない、職業フリーター、貯金もない、そんな俺に未来を託してくれたお前に今やっと胸張って言うよ、俺について来い、未来はもう安泰、愛してるよ、お前はどうなんだい、もしも俺と同じお前とじゃなきゃ叶えられやしない、いろんな夢
からも何かと世話になるとは思うけど、俺がお前を幸せにする。温泉カフェ巡り居酒屋、街ブラドライブに映画、二人好みのデートはいつだって背伸びはせずに自然体で、それが合言葉。ただ隣にいるだけでなんでこんなに幸せって思えんだろうな。今が永遠に続けばいいのに、そんな祈りを今日も俺は歌うのさ。人は忘れゆく生き物らしいから、この大切な気持ち決して見失わぬようになくさぬようにここに記そう。ぶつかり合ったりすれ違いそうになった時、全てを元通りにしてくれる魔法の歌をお前に書いたようなとか受け取ってくれよ。俺についてこい、未来はもう安泰、愛してるよ。一つだけここに確かな気持ちがあんだよ。いつまでもお前だけを愛してる。先に死んでも空の星になってずっと見守っていいか、死んでも守り抜きたい、そんな女にやっと出会えたんだよ。俺についてこい、未来はもう安泰、愛してるよ。お前もそうなんかい、これからも何かと世話になるとは思うけど、俺がお前を幸せにする。いただきましたのはハジーさんで For You でした。やっぱね、ストレートな歌詞だね、本当にストレートでしょ、うん、超突き刺せるよね。もうツイキャスからもコメント、うん、中島さん、ハジーさんめっちゃ好きな曲ばかりなので聞いてます、この曲も通勤の時聞いてますって、ほら、うん、朝から間違いなく元気出るよ。これはもうこんなこと言われたら元気出るよ ね、 ね、もうね。そしてパッションさんからもコメント来てますね。お、コメントできないけど聞いてるよ、毎週楽しい時間をありがとうって、ありがとうって感謝、そう感謝。僕たちもね、ゆるっとパッションさん、中島さんね、皆さんも聞くだけリスナーさんの方に含めて本当にありがとうございます。ありがとうございます。FM 78.0 市役と通行にビールラジオ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 。いや、セルフエコーっていうね、ラジオラジオラジオみたいなね。あ、はい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 、一世さん、はい、また出ました、暗い BGM。 もう通用しないよ、なんかこのラジオが終わりますみたいな雰囲気かもし出しといて、なんか実はもうしょうもないこと言うんでしょ、どうせ。いや、もう騙されないって。確かにさ、何度もさ、はいはいはい、何ですか、このなんかね、いや出ましたよまた、はい、まあなんかこういう暗い感じ出させてさ、うん、なんかいかにも番組がみたいな、うん、毎週の流れだよ、もうこれ得意になってる、ね、本当はこういうことやりたくなかったんだけど、はいはい、何ですか、うん、今週は、はい、騙されませんよ。やっぱね、最初はさ、うん、あ、こんな軽いかなと思ったんだけど、軽いかな、軽い気持ちみたいなのが、うん、実はそれが重大だったこととか、で、はい、そこはもう俺のなんつうかな、介入できない部分、俺以外のところで動いてしまって、もう結果的にどうしようもなくなることっていうのっ
が世の中あるんだよ。どういうことかな、うん、だからあのさ、うん、ここ数週間このなんか会とかよくお前終わる詐欺じゃんって言うんだけど、うん、うん、いやいや騙されないよもう今週は。何なんかもう何か何ヶ月だこの番組始まって。もう1年に1ヶ月か。1年1ヶ月、うん、楽しかったよななんかね。コロナが落ち着いた時はさ一緒にせんべろとか行ってさ、うん、ね、まあまあ楽しかったけど。で俺があのせんべろだから3杯目からあのねノンアルコール飲んで一斉さんお酒弱いじゃないかとかそんなバカにして、うん、こいつマジ生意気だなとか思ってたけど、まあそんな時もあったね。今となってはいい思い出だよ本当に。いい思い出何それ。まあこんなこと申し上げるのもリスナーの皆さんね、あのゆるっとパッションさんも前怒ってくれたんですよ。そんな状態やめろ、なんかそんな状態やめろ、弁護するよみたいな、うん、これだけはしてほしい。リスナーの皆さん、えちょっと弁護、本当に弁護。なんでなんで、いや聞いてないよ。急にさなんか今日のメールテーマ感謝にしようとか言ったんだけど、うん、やっぱうん、もう今日逃すと付き合ってくれた皆さんに感謝を言う機会ってないのかな。え、機会がない、うん、え、この番組2年目以降も頑張っていこうねってことで、うん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 、うん、まだまだ感謝を伝える機会はたくさんあると思うけど、だからあのいつ終わるとかじゃなくて感謝って気持ちは絶対持っといた方がいいし。まあまあまあそうだね。まあでもでも仲いいとな、1年間楽しくやってきたわけだからさ、なんか締めっぽく終わるのもこの番組っぽくないじゃん。締めっぽく終わるの、うん、まあ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 楽しかったよね。もちろんめちゃくちゃ楽しかったし、これからも楽しもうって気持ちでいるよ。うんうんうん、そうだよな、うん、カイト、リスナーさんどう思ってる。いやもうこの番組からしたら宝物ですよ。そうだよな、もうリスナーさんいなかったらこの番組ないですから。そうですよね、はい、感謝してる。もちろん日々感謝しております、うんうん、その気持ち最後に聞けてよかったです。最後にじゃあちょっと私サラマンダーから発表があります。え、何何、まあ、皆さん本当免許です、免許なんですけど、はい、やだよ何、私サラマンダーのノートパソコンがめちゃくちゃ重いです。おいおい知らんがな。めちゃくちゃ重いわけよノートパソコン。知らん、確かに今日重そうに肩下げて持ってきてたけどさ、ノートパソコンって普通片手で持ってそうじゃん。いやいやいや待って待って待って、めちゃくちゃ重いわけ。うん、うん、違うショルダーでつけないと、うん、そこじゃない。何、また話の論点はそこじゃない。何と勘違いしたの、うん、またそこじゃない。何と勘違いした。番組終わると思うだろ、言った、あの BGM であの空気感で。いやもう俺番組が終わる、俺さこの数週間ずっと言ってるよ、番組が終わるなんて一言も言ってないから。一言も言ってないけど、あの雰囲気でいやもうなんか最後にカイトからの感謝聞けてよかったですとか言ったらなんか終わるのかなと思っちゃうでしょ。いやでも皆さんチェックしてほしい、カイトのこの小芝居。おい、いや今週は違うでしょカイト、伊勢さん信じないよカイトのこのライオットキング出る演技力見ました、聞きました。そこは触れるなって。そこなんですよ。それを楽しんでるんだろ。そこなんですよね。もう皆さん個人的にそれを楽しんでるだけだな、もうそのままエンディング さあ今週も主役と通行人 B ラジオね、全然なもう終わることないんで、もう全然ちょっとしたね、グダグダ感もありましたけど、はい、お付き合い今週も1時間ありがとうございました。ありがとうございます本当に、カイトは何かもう来週あ来週は休みなのか、そうミュージカル直前なので申し訳ないんですけれども、来週はお休みをいただきます。1時間どうしようかな、またあのアニソンパーティーでしょアニソンに頼ろうかな1時間アニソンパーティーだろまあね、前回一人でさせていただいた時はアニソン終わらなかったんですよ。はい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 、うん、まあね、ヒップホップ特集した時も2010年で終わっちゃったんで、あじゃあもうあと10年やっちゃいなよ、うん、それもできちゃうしね、いいんじゃない、ね、1時間普段だ、僕たち2人だったら2曲流すのでマックスだけど、うんうんうん、1人の時10曲ぐらい流すからね。そうね、しかもあれよ、あの俺の逃げてる部分なんだけど、はい、トーク挟まないでこの曲はこれでこれでこれなんで次の曲っていうDJ よな、もう1人のトークの怖さね。カ
回とはねうまく回してたけどねそこは。おかしい、来週楽しみですね。あーそっか、ライオットキング来週日曜ミュージックタウンの方で、はい、もう来週水木金土日はもう毎日ミュージックタウンに引きこもって、うん、もうやってますので、小屋入りしますので申し訳ないんですけれども、明日カイトのインスタライブあるんですか？もちろんありますよ、夜10時からインスタライブやりますので。うーん、ね、ちょっと苦笑いしたい皆さんはね、ぜひとも、いやいや、カイトのインスタライブ見てください。あんただけだよそれいつも小バカにして見に来るのはでもさ、俺カイトのインスタライブコメント秀逸じゃん、いつもカイトキュンの好きな食べ物教えてくださいみたいないつもこんな感じだよね。一応ファンの中に紛れるという。じゃあ明日も楽しみにして。明日もね、僕も夜10時からぜひ構えて、ね、参加させていただきますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、じゃあ皆さんまた来週木曜夜8時に、はい、私サラマンダーとお会いしましょうということで、今週もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。お相手は私主役のカイトと通行人 B サラマンダーこと上間一成でした。また来週、ありがとうございました。一成さんよろしくね。バイバイ。バイバイ。はい、ということでツイキャスをお聞きの皆さん、